今からこれを開封します。ウェンディー企画クリスマスパーティー、楽しみ。イエイ。コストコに行ったら、うん、冷凍のこんなターキーが売ってたから衝動買いしちゃいました。完全にこれ何キロあります？焼いたことない。俺だって食べたことないんじゃないかな、こういうでっかいターキーは。そうか、足だけのかさ、そうか、ディズニー売ってるじゃんか、うんうんうん、こういうの俺初めて見るし、確かにやるからちょっと俺緊張してる。やば、袋開けるのですら初だからね俺。そうか、うん、じゃあ開けていいよ。いいの？いいよ。ありがとう。緊張するけど、私もっと大きいターキー食べたことあるから。これ以上があるの？これだって一番でかいよ、これ7キロある。うん、アメリカのターキーもこんな、うん、あんま感じ。横が、マジで、そっちに向かって横が、わかんな、顔わかんな、もうそれ顔だから、丸ってやってるだけだから。よいしょよいしょ、はい、共同作業。セビル取りだ。うわぁ、うわぁ、鳥ちっちゃい。まだ羽ついてる。いやぁ、まだ羽ついてる。すごい、羽立って。レシピを説明してください。マミーのレシピなんだけど、プロシュートハムで味付けしてきます。すごい。今中身取ったので、うん、首とか、今度はこのさっき私たちが作った味付けを皮とお肉の間に塗っていきます。はい、チキンとかでもよくよね、ケイはやってるよね、ローストチキンとかでもよく使う料理を、うんうん、指突っ込んで結構いきます。はい、これ苦手な人はどうすればいいですか？これは面白いです。違う調理法もあるんだろうね、手突っ込まなくてもいい。でも、うん、手突っ込む方が美味しい、絶対。あ、やっぱ違うの？そこは、うん、かなり難しそう。抵抗ある、違うね。次、はい、味付けを中に塗ったくっていきます。はい、これはもう隅まで入れるってイメージ？もう隅まで入れる。コツはないの？この時なるべくまんべんなく切れる。シンプル。なんだ結構。これ知ってる言葉、ちょっと見てなさいみたいな雰囲気あるよ。見てなさいみたいな。私これ知ってるのよみたいな雰囲気ある。全部一応入りました。やめろやめろやめろ。これを一晩冷蔵庫に入れます。で、明日朝調理開始みたいな感じしようと思うので、じゃあまた明日。おはようございます。おはようございます。今日ついにターキー焼いてきます。これを焼いてきます。やっぱさ、感動するね。いやー、いいね。今からこれを焼くんだよ。だいぶ味染み込んでるはず。わからないけど、うん、これから大量のバターを塗っていきます、うん、イエイ。これもアメリカ人めっちゃ塗っていくイメージなんですけど、うん、もうすごい人はスティックでこのまま塗りたくってるイメージ。マジ？うん。そのまま行くの？そのまま行く。それさ、ついた面はどうすんの？え、もうだから全部使う。使い切るってこと？そうやば。さすがにそこまで自信なかったので、うん、そこまではないんですけど。半分くらいはあるよね。半分くらいはあります。うん、まずワインをかけていきたいと思います、うん。はい。これでお肉柔らかくなっていくので、うん、ぶっかける感じ。適当でいいんじゃないか。OK。まんべんなく。はい。OK はね、自信のある料理の時はね、あんまり失敗もなくいけるんだよね。俺自信ないよ。全身にかかってますね。いいね。じゃあ塗っていきます。はい。こぼれてる。またもっと寄せなよ。そうそうそう。うわ、なんかさ、もう匂いがうまそうよ。結構アメリカで、うん、焼く人が多いんだけど、うん、たまに揚げる人もいて。揚げるの？そう。この大きさ？そう。やばくない？そんなのあるの？存在するの？もうバケツみたいな、でっかい土管みたいな。マジ？寸胴か、いわゆる。そう。外で揚げる。マジか！食べたことある？私はない。さすがにない。でも作ってる人は見たことある。めちゃくちゃ危ないから、うん、おすすめはされてない。ああ、そうなんだ。まあ危ないよね、その量。油がさ、ちょっとでも漏れたら、ブワーって燃えちゃうから、ね、
美味しいらしいよ。マジか。ちょっと食べてみたいけどね。ね、ちょっと気になるよね。そうやって言われると気になる。ちょっとずつ今お部屋もね、デコってて。うん。ケイが昨日、夜な夜な頑張ってました。やり始めちゃうともっとやりたくなっちゃうけど。あんま時間なかった。でもこの釣りいいよね。あ、ほんと？よかった。マジでちゃんと釣りっぽい。低燃費釣り。そうね。まだバターがこんだけあります。はい。全然減らない。結構全身いったと思うけど。ね。でも、ターキーってちょっと、そもそものお肉がドライだから、うん、ちょっと多めにこういう油とか汁をかけとかないと、うん、パッサパサになっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。パサパサなんだ、ターキーって結構。割と。焼き加減とか気をつけないとね。ちょっと難しい。チキンより難しいイメージは、そうなんだ。結構アメリカ人でも、うん、そのサンクスギビングとか毎年ターキー作ったりするけど、うん、ターキーあんま好きじゃない人もいたりする。へえ、そんないっぱい食べるのに？そう、意外と多い。意外と多いんだ。これ横から見ると分かるけど、分厚いんよ。絶対うまくいってほしい。これは成功させたい。じゃあ、ズーカさん、はい、ターキーを入れてください。はい、重い。7キロです。いろいろ相まってさ、もっと重くなってるじゃんね。うん。持ち方間違えたね、これ。おーい！いきまーす！ターキー入りまーす！入れてくださーい。ぐーん！ギリギリ。せーの。パン！ふぅー！進んでますね。あは。楽しいね、こうやって準備するの。楽しい。おー、メリーだ。メリーより大丈夫、死んでるけど。酸欠。そんな考え方。死んでる。限界迎えてるフードファイターみたいな。膨らませすぎるじゃん。結構これでもいい。いや、そんなことない。これくらいさ、やっぱ行かないとさ、5番じゃないじゃん。え、これでいいよ。かわいい。こっちのサンタちょっと。え、じゃあ、こっちのサンタの方がリアルじゃん。こっちのサンタなんかひ弱よ。安定感やばいね。なんか、貧相なサンタ。そうじゃん。そのサンタ絶対いいお土産くれない。そこで決まるの、サンタの。うん、いいお土産くれるかしら。そう。大きさで変わるから。いいねこっちもさ、もうなから完成してるんだよね、風船たち。うん、1時間ほど経ちました。一回途中ね、うん、経過を。うわ、めっちゃいい匂いする。やばいんだけど。よいしょー、すごいすごい。わー、すごい。タレをこうかけてるんだよね。うん、溢れちゃいそうだから、これ以上やると、うん、すくってこれをケイが後でソースにしてくれます。グレービーソース作ります。続きやっていきます。はい、まだ1時間しか経ってないからね。うん、1時間でこれだから、これ3、4時間やんなきゃいけない。3、4時間やるんで。だいぶ完成してきました。イエーイ。めっちゃいろいろ可愛くできた気がする。可愛いんじゃないか。うん、いいんじゃないか。これは楽しみ。どんなリアクションするかな、みんな。どうだろうね。楽しみだわ。うん、ほんとそれ。見える？どう？どう、エレナちゃん。イエーイ。イエーイ。イエーイ。すごーい。誰がやったんですか？2人でやったんだよね。今朝。あ、これ膨らますだけでもさ、めっちゃ。そう。はじめまして。ハローリーナです。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。ごめんごめん、泣いちゃう泣いちゃう。ごめんごめんごめん。風船並みにさ、パンパンになってる。めっちゃかわいい。いろいろ見つけたね。そう、みんなで好きなの。いいね、れちゃん。れちゃん、今日はメリークリスマス。メリークリスマス。これからクリスマスパーティーしていきたいと思います。イエイ。完成しました。ね、すごい合成です。エレちゃん
の分は素敵なんだ。エイちゃんの分これだもんね。うん。ウェンディファミリーにもいろいろご飯持ってきてもらって、うん、超ごちそうになりました。すごいよね。お邪魔します。ターキューを切ってって、うんうん、それでお皿に乗せてまたこっちに持ってきてみて食べたいと思います。はい、からはい、あの7キロあったターキーはこうなりました。ちょっと黒くなっちゃったけどこんなもんなんでしょ。そうね、大丈夫だと思う、うん、じゃあ切っていきたいと思います。はい、すごいな。うまく焼けてる。さすが、うん、焼けてる。よいしょ、イエーイ。ディズニーのやつ、これ難しいね、切り分けんの。なかなか技術いるよ。こうやって薄くね。うん、どう？しっとり感はある？あるある。いいね、うまくいったんじゃない？いいよ、全然いいよ。やっぱね、ご機嫌なベビーがいるとね、盛り上がりますから。バカ食ったのこれ、見て。かわいい。勝手にチーズボールから。え、なんかニコンはかわいい。なんてお名前ですか、この作品名は。エレちゃんとパパ。すごい、イエイ、すごいじゃん。すごい、食べていいよ、食べていいよ。さっきからめっちゃ食べてます。いいよいいよ。ところどころさ、ね、本当だ、ちょっと足りなくなってる。いっぱい食べな。誰が一番美味しい？ゲームのやつが美味しい。わー、えらい、えらいぞ。じゃじゃん、切り終わりました。ちょっと全体の説明をお願いします。ウェンディたちが持ってきてくれたサラダ、サラダで、うん、エレちゃんがちょっといろいろつまんだ。チーズボードね、楽しかったね。いろいろかわいいの作って、かわいいの作ってくれて、食べてる食べてるぞ、またこれがさっき切ったターキー、はい、うん、ウェンディーたちが持ってきてくれたガーリックブレッド、はい、と私たちが作った昆布サラダ、はい、でこの後デザートもあるからね。はい、イエーイ。じゃあ早速グレイビーも作ったの、うん、グレイビーソースもあります。グレイビーあんの、うん、めっちゃ嬉しい。なんかさ、クリスマスになるとさ、余計さ、海外すごく美味しくなるから。美味しくなる、わかる。マツコさんのところに行ってさ、あ、作ってくれんの？これ作ってくれるの。これなんて言うんだっけ？ここに作ってくれるの？ありがとう。お願いいたしまして。あら、かわいい、かわいい。ちょっとガリベンさんみたいでかわいいじゃないか。ガリベンさんなんだ。これでね、これで、で、ね、どうすんの。これ半分にしてね、半分にして半分食べちゃうんだよね。残り、あ、えらい、のどした。食べちゃったできました。イエーイ、上手。みんな一緒だね。じゃあこれで乾杯しようか、みんなでね。乾杯、チーズ、メリークリスマス。美味しい、美味しいよね。エイちゃんの作ったやつ美味しい。うん、めっちゃ美味しい。やったー。どう？バッチリ？うまくいけてる？いけてる、いけてる。いいね。胸肉から食べたんだけど、うん、やった。うまい、イエーイ、大成功。マジ？せっかく頑張って作ったから、いただきます。え、うまくね。うまい。え、エレちゃんが作ったんだよ。すごいね、エレちゃん、こんなの作ったの。すごいな、エレちゃん。うまっ。エイちゃんのものが作ったのって美味しいね。すごいね。朝から頑張った甲斐はありましたか。ある。グレイビーも作ったんですか。うん。すごくないですか。美味しい。美味しい。みんなでご飯食べるのって美味しい。ね。ね。みんなで食べると美味しいよ。うまくいったやつ。ね、よかったね。嬉しい。じゃあこれでみんなで一回食べて、うん、またこの後イベントやりましょう。ね、この後やりたいのがあったら。ね、終わった後でやろうね。ご飯食べ終わったらやりましょう。うん。他の人、あ、ズーカスさんとさ、パズルキュアさんやりたい。やろうやろう、いくらでもやろう。ズーカスさんって早いの、パズル。俺すごい遅いの。エレちゃんの方は早いよ。すごいね。見せてないから。さすが。じゃあ、あとやろっか。よし、じゃあご飯食べようね、まずね。はい、はい。
だったから、さっきさ、サンタさんがね、来るって言ってたの。今から行っていいって聞いたんだけど、どうする？いいよって言う？いいよ。え？サンタさん来た！サンタさん来たよ。おお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 おメリークリスマス！どうぞメリークリスマス！どうぞあと、これもどうぞそしてこれはママとパパに、ママとパパにありがとうございますはい、ニーナちゃんありがとうありがとういい子にしてた、うん、よし、いい子だじゃあまた来年ねじゃあねイエーイ！いい、サンタさんのプレゼントの使い物ちゃった。ちょっとさ、開けてみる？これ開けてみる。サンタさん、ありがとう！何もらったの？なんかいっぱいあるじゃんか。すごーい！どうしたの？エレちゃんもワクワクくれた。うん、よかったねー！イエーイ、こんなのもらっちゃった。よかったねー。ちょっといいねー。いや、これは何のプレゼント？これ開けてみてよ、うん、開けてみて。これすごいさ、リボンがさ、あれ？あの、開かなくなったんだよ。これすごいさ、このリボンさ、キラキラがさ、あれね、すごい落ちるねこのさ、サンタさんの長靴に何入ってるの？お菓子よ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ビビーって言って。いいぞいいぞ。見てこれ。何それ？開けて。これアドベントカレンダー。クリスマスの日までね、毎日何か出てくるの、カレンダーから。1日1個ずつ。1。あ、あったね。開けてみて。あ、使って開けるのね、すごいじゃん。チョコレートだ。美味しそう。取れそう？取れない。取れないはい、これで1。はい、どうぞ。あ、食べちゃった美味しい？うん、私見てみて。すごくないの？パンパンに詰まってそう。え、出てくる。まだ？え、まだ出てくるんだ。え、まだあるよ。でも、なんて？もういかない。なんて言うの？サンタクロースありがとう。いやー、よかったね。もうニッコニコだと思うよ、サンタさんも。おめでとう。誰に？確かに靴履けるんじゃない？おめでとうございます。よかったね。イエーイ。ズーカツサトさん、あれ K にもあるんですよ。いいのに実は。嬉しいな。嬉しいね。お腹すいた。お腹？あとで食べようね。これなんですけど。すごい。なんかでもさ、キラキラがちょっとね、舞っちゃうので、はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。これは、うん、これクリスマスカード作ったんだよね。すごい。姉ちゃん作ってくれたの。ありがとう。見るね。嬉しいね。上手。姉ちゃん、これこだわりなんだっけ？こだわり。姉ちゃん全部買え。すごいな。ね、こだわりはピンクと紫しか使わない。なるほど。大好きな色。ちょっとだけ違う色がある。それ使ったら怒られました。これも可愛い。可愛いよね。どっちもいいよね。これ。こうやってもらうの久しぶりかも。ね、これは、なんだろう、開けてみてごらん。え、エリちゃん開けてみる？うん。見て、靴下だよ。ネタバレ、ネタバレくれました。嬉しいな。可愛い。え、可愛い。スキーの靴下。そう。ありがとう。そうじゃん。スキー用じゃん。スキーの時履こう。そう。可愛い。そう、ケイのがちょっとゲレンデで滑ってる感じの。本当に。あ、レーサーなのね、こっちはなんかそう。これからこれを目指すっていう。レーサーを目指す。メリーに教えてもらわないと。スキー仲間。行きましょう、またスキー。行きたい。ゆうなちゃんも楽しみにしてるもんね。オロロロックよ。ね、オロロロックよね。オロロロックね。A ちゃん、ネタバレしちゃダメよ。A ちゃん、これも開けてみる？うん。すごい、開けてみてごらん。開けてみてごらん。あ、A ちゃんが開けるの？あ、ごめんね。何これ？開けてみて。はい。
の素敵。すごくない？え、待って、超嬉しい。鉄鍋。嬉しい。え、ちゃんと愛知だよ。すいません。ケイ結構さ、料理してるイメージあるし、ズーカツさんも料理するからさ、なんか2人で使えるもの。ありがとう。そう、新居に引っ越し祝いも兼ねて、ちょっとエレちゃん。すごい。全部の指につけられるね。いい感じ。おぉ、すごい。さあ、なりきみたいな手で。現場かなりカオスなことになっているので、もう脱いじゃってる、脱いじゃってるし、おし丸見えじゃんか、エレナちゃん。ちょっと早いよ。では続きは続きはまた別の動画で。では